はい、マノチです。よろしくお願いします。ルーキーズ2018やっていきましょう。連勝するぞ、勝つぞ。見てくれ順位を、6位だ。ケツじゃないんだぞ。今日は日ハム戦です。頑張っていきましょう。ピッチャーが、本田選手ですね。はい、野手陣こんな感じでいきます。清宮くん、村上くん、安田くんの順番のリクエストがありました。若林くんも見たいというリクエストがありました。打順は特に見当たらなかったんで、7番でやっていきます。こんなんか、田中明人選手でしたっけ。はい、特にリクエストは見当たらなかったんですけども、調子良かったし連れてきました。今回はね、比較的なんかこう打順全体的にパワーが D 以上あるんだよね。まあ、9番の菅野選手はねパワーいいですけども、こんな感じでいきましょう。よし、頑張るか。珍しいんじゃない、相手のオーダーで中田選手がしっかり4番に入ってるって、あんまりないよね。だいたいコムが回したら4番から中田選手が外れることって多いと思うんですけどね。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対ルーキー、4回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は右の有原、ルーキーの先発はルーキーの本田、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。頑張るぞ。右の有原、登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。まずは1回の表、先頭バッターは上里。プレイボール、うわーい。上里、ナイスバッティングです。走りたいぐらいだが、ここはしっかり送るぞ。リーバントだ。これはピッチャー正面に転がれる。よし、さあ得点圏にランナーを進めました。ルーキー先制のチャンスを迎えます。投げました、打ちました。サード右横のフライになりました。石井落下点に入った、掴みました。フルスイング行こう、フルスイング。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、流し打ち、どうだ。サードの左、どんまい、アウト、スリーアウトチェンジ。いや、今日も勝ちてえな。何度は勝ちを拾いたいな。先制点には至りません。ルーキー無得点で終了です。ルーキーの本田、今シーズン初のマウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。1回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは西田。ケイナピッチ、第3球を投げました。直球、ナピッチ、本田3球で仕留めてみせました。さあ、5球目打ちました。抜けた、さすがに打ってくるか。今度いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。打ったに当たりだ。よし、一塁送球、アウト。いいんでしょ、いいんでしょ、いいんでしょ。一塁ランナー残塁です。1回の裏が終わりまして、ルーキー立ち上がりを無得点に抑え、2回の表ルーキー攻撃に入ります。先頭バッターは DH の安田。投げました、打った、これは内野へのフライだ。安田君以外も誰かホームラン打ってほしいですね。この試合はね、パワーが D 以上の選手が多いですから、バッターは6番中村、なんとかうまいことね。投げました、打ちました、フラフラッと上がった、ショート落下点、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番若林。第4球を投げた、あっと引っ掛けた、ショートバンドボールを取った。ここは守備に阻まれました。スリーアウト。まあまあまあ、粘り強くいきましょう。やファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは岡、145キロ直球。いいね、ずいぶん三振取るね。石井、次が4球目。ここはフォアボールになります。ストレートのフォアボール。第9投げた、初球を打ちました、ピッチャー返し、セカンドフォースアウト。イエイ、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。なんとかあれだな、突破口。攻撃に入ります。トップバッターはアキト、145キロ直球、空振り三振。バッターは9番菅野。
第2球投げた。お、いいんじゃないの、ツーベース。地味に初じゃねえか、ツーベースなんて。全然見たことねえぞ、ルーキー、これを企画やってる中で。先ほどヒットを放っている神里、投球これから2球目、打ちました。2塁ランナー3塁へ向かう。中田そのままベースを踏んで2アウト。神里いい当たり。さあここで監督は勝負に出てない。第4球を投げた、よく見た。フォアボール、有原ストレートのフォアボールを与えます。左バッターボックスは3番清宮。ここで打ってこすだろうよ。集中します。次は4球目、投げた、流し打ち、取ってアウト、スリーアウト。さあリプレイです。三塁にランナーを置きましたが先制点を挙げられませんでした。岡選手すごいですね。お、防御率、東君入ってるぞ、入ってたぞ今。これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中島、打ちました。レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番鶴岡、投球はこれから3球目、打ちました。しゃない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 。クリーンヒットです。鶴岡ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。投げました、ストレート、空振り三振。西川、とりあえず西川選手はねバットに当てさせるのはもうめんどくせえからな。掴んでこれで3アウトになります。札幌ドームからお送りしております。北海道日本ハムファイターズ対ルーキー、まあ、打撃成績の方は全く入る気がしませんが、中盤4回に入ります。先頭バッターは村上、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。内角、いいよ打ち返し、村上いいバッティングを見せました。さあノーアウトです。投げました、打ちました。面白い、よし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 、ライトからサードへ。オッケー、三塁はセーフ。さあ試合の行方を左右する場面、入れてこい。ここで勝負に出ます。さあここで勝負に出ました。レベル的には負けております。第3球を投げました、変化球空振り三振、中村3球差。第4球をランナースタート、スリーバントスクイズ、キャッチャー取って一塁へ送る。イエーイ、決まった。これでゲームが動き始めました。1対0、リプレイで先制の場面をご覧いただいています。いいよ。バッターは8番秋人、今日の第一打席はスイングアウト、投げました、低めボール球を取って、これで3アウトチェンジ。まあ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 、1点取りましたよ。ファイターズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは多いね。空振り三振、本田見事なピッチングです。投げました、初球を打った、取ってくれ。センターバックしていった。なんかすげえリアルによく見る感じ今の。ランナーありません。外野フライ。バッターは5番岡。第1打席はスイングアウトの三振に倒れて。よし。145キロ直球。空振り三振。本田見事ファイターズ打線を抑え切りました。ルーキーこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは菅野、第4球を投げた、打ちました。中島掴んだ、一塁送球アウト。どんまい。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って神里、投げた、打ちました、センター落下点。1点じゃ足りないな、1点じゃ足りないな、どう考えても足りないな。左バッターボックスは2番藤岡、第4球を投げた、カットボール、空振り三振、高めの変化球にやられました。最後は5回の裏、1点を追いかけますファイターズの攻撃。この回の先頭打った、流し打ち、村上下がっていった、厳しいね。ボールは中継、石井ナイスバッティングです。さあノーアウト、うわバントはないと思うな。さあここで何を仕掛けてくるでしょうか。第9投げた、これは引っ掛けた、ショート落下点に入りました。掴みました、石井飛び出している。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第3球はここは振ってきました、ピッチャー前に転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。ルーキー同点のピンチを迎えます。初球から打って取ってくれ、頼む。前進、これはヒット、ガールーキー追いつかれました。1対1、リプレイで同点の場面をご覧いただきます。たらればだけども一発使ってたらどうなってたんだろうね。投げた、アウトコース低め、もう使うっていう考えは全くなかった。前半が終わりまして、ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭
頭バッターは清宮。今日はサードフライと打ちました。初球打ち、フラフラッと上がった。セカンドキャンパスの危なかしいね。左バッターボックスは4番村上。第4球を投げました。外のボール球落ちろ。左中間へ乗っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の安田。投球これから5球目。打ちました、引っ掛けた、取りました。これで3アウト。なんか流れやだな。ファイターズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは太田。今日は三振と初球を打ちました。右中間へ上がったヒット。打ったバッターはここで近藤選手か。太田ツーベースヒットを放ちました。ルーキーピンチを迎えます。投げました、変化球、空振り三振。近藤全くタイミングがありません。バッター岡田選手に代打ですか。初球を打った、ライトへの打球、ライトバックヒット。いや見事ハマってるしな、それがな。ランナー二塁でストップ。ルーキーリードを奪われました。2対1。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。第2球投げました、打ちました。あ、やばい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 。センター前クリーンヒット。センターバックホーム岡、いいバッティングを見せました。ルーキーお疲れ様。ルーキーピッチャーを交代します。本田降板。ルーキーのケムが今シーズン初のマウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。打った、ヒットエンドラン、クエッ裏目に出るもの。石井タイムリー。ルーキーなおもピンチが続きます。日ハムに負けらんねえぞ。さあここで監督は勝負に出ました。出てこい。第4球を投げました、打ちました。再開はやだぞ。これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。第4球を投げました、外角高め、空振り三振。札幌ドームから。さあここは守備を変えてくるようです。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは中村。今日はショートフライと三振。打った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番若林。第5球投げた、低めボール球打った。よし、破った。若林ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。さあここで監督は勝負に出ました。第3球を投げた、打ちました、いい当たり。オッケー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 。ボールは中継。アキト、いいバッティングを見せました。初安打。ピンチヒッターは宮本。さあ集中して、この打ってこい。第4球を投げた、打った、ターゲット2になるか。中島ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。ルーキーなおもチャンスが続きます。第4球を投げた、打ったに当たりだ。よし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 。ランナーそのままホームへ向かった。ルーキーここで追いつきました。3対3。さあ先ほどの頼む、ここで勝負に出ました。打てまい、頼む。第4球は直球、三振。ボール球に手が出てしまいました。リプレイをご覧ください。ここはピッチャーに軍配。はい、さあここは守備を変え、7回の裏ファイターズラッキーセブンの攻撃で。お疲れ様でした。鶴岡、ルーキーピッチャー交代です。投球はこれから3球目。インコース引っ張った、ヒットになります。というか5敗もしてるんだね。打ったバッター一気に二塁へ向かう。鶴岡いいバッティングを見せました。ルーキーピンチを迎えます。はい、ピンチですよ。分かりやすくピンチ。投げた、スリーバント、ピッチャーの右へ転がした。パソ一塁へ送る。若林取ってアウト。ランナー三塁に進みました。ルーキーさあ大丈夫だ。第1球投げました、会心の当たり。オッケー、アウト。太田
いい当たりでしたがサード正面。牽引しちゃって次横尾選手だろ。さっきやられてっかんな。ここだ。第2球投げました。マシンで捉えた。ケイ。若林うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。ルーキーこの回ワンアウト。有原降板。マウンド上はルーキー。この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは清宮。第4球を投げました。変化球空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは4番村上。低めボール球を打った。一塁へトス。宮西取って、どうにか語ってあげたい。いいでしたがファーストゴロに終わっています。これで2アウト。打ちました。取ってアウト。3アウトチェンジ。ルーキーこの回代打は谷口。お谷口くん、はい、ルーキーピッチャーを変えてくる。投球これから5球目。打ちました。これはいい当たり。若林軽快な守備を見せました。谷口いい当たりでしたがセカンド正面。どうにか勝たせてあげたい。ランナーはありません。打ちました。サード正面のゴロ。一塁送球アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは6番石井。投げました。打ちました。抜けた。頑張れ頑張れ。大丈夫大丈夫大丈夫。さあファイターズ対戦バッターは7番松本。今日はここまで3打数ノーヒット。打ちました。取ってくれライナー。ボールは中継。松本いいバッティング。さあ試合の行方を左右する場面。出てこい。勝負に出ます。第6球をランナー一斉にスタート。打ちました。ショート正面。よし。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイ。ルーキーこの回宮西降板。さあいよいよ最終回。この回のトップバッターは中村。投げました。ジャストミート。オッケー。中村ナイスバッティングです。はい、ルーキー代走起用。第3球はここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。一塁へ送る。アウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ルーキー勝ち越しのチャンスを迎えます。バッターは代打西浦。プロ入り初打席を迎えます。第9球初球打ち。中島取った。一塁送球。いやいいよ。進塁進塁進塁。いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。ルーキーなおもチャンスが続いています。さあこの対決に集中します。第4球を投げた。絶対痛烈な当たり。よっしゃーやった。ちょっと一人になる。ルーキー土壇場ここで勝ち越しました。ルーキー貴重な1点が入りました。でかい。4対3。バッチ。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。素晴らしい。今日2本のヒットを放っている神里。第3球引っ張った。よし。バックホーム間に合うかどうか。アウト。ガーン。もうよかった今日ね。リプレイをご覧ください。9回の表が終わって4対3。問題ないですね。大丈夫ですね、はい、さあここは守備を変えてくるようです。ファイターズこの回の攻撃は先頭バッターは鶴岡。今日は3安打フォア打賞、はい、ルーキーピッチャーを交代します。田中降板。ルーキーの鈴木最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。よし抑えるぞ。第4球を投げた。打った。これは内野ゴロ。若林ボールを取る。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。打順をここ抑えれば勝ち見える。今日はここまで3打数ノーヒット3三振。投げた。ストライク。よし4三振。右バッターボックスは2番太田。ルーキーここは何としても抑えたい場面。さあここで監督は勝負に出ました。第4球を投げた。低め。いやー三振。やったー。ルーキー見事勝利を収めました。動画の中で2連勝だぜ。
本日のヒーローは若林。本当に今日はやりましたよ。いや嬉しいですね。今日はあれでしたね、最後のあのダイソーやら代打やらなんやらがもろもろ采配が当たってた日だったんじゃないでしょうか。やりました、気分がいいですね。田中君に勝ちがついたのもまたいいじゃない。やったぞ、なんとなく A クラス見えてきたんじゃないか。見えてきたってことでいいね。誰か覚醒しねえかな。やりました、強えな外国人オールスター。あ、広島上がってきたの普通にね。あ、中日下がってる。そっか、外国人オールスター強えな。まあリアルっちゃリアルな感じか。まあパリーグがね、日ハムがケツにいるっていうのはまあリアリティはちょっとないけども、よし、んでは終わりましょうか。あとパリーグ1チームですか。西武戦ですね、西武戦頑張りましょう。ここ勝てばあさってはもう交流戦入っちゃうから、まあいわゆるまあ前半戦というかは3勝3敗でいけるわけですよ。交流戦に臨めるわけですよ。明日負けてしまうと2勝4敗になっちゃうの。やっぱ全然違うじゃん。3勝3敗、勝率5割で交流戦迎えよう。まあ動画の中での話だけどね。よし。では、終わりましょう。終わり。バイバイ。